ストックウェルは19世紀中頃に活躍したイギリスの競争馬、シュボバ。2000ギニーとセントレジャーステークスに勝ち2冠を達成した。タネボバとしても計7回のイギリスリーディングサイヤーを獲得するなど活躍しタネボバの皇帝と呼ばれた。母は大繁殖品馬、ポカホンタス。本馬の前をにラタプラン、判定にキングトムがいる。 2歳から5歳にかけに移住戦して12勝。16戦11勝説もあり、英語版ウィキペディアはこちらを採用している。大きなレースは2000ギニーと1000トレジャー程度だが、3歳児はエプソムダービーで大敗した他は勝ちまくり、13戦して11勝だった。4歳児はロシアインペリアルプレートで2着に入ったものの1勝もできずに終わった。5歳時も1戦のみで、 唯一出走したマッチレースでは対戦相手が故障している。このレースを最後に引退した。種ボバ成績は非常に優秀なもので計7回リーディングサイヤーを獲得した。412頭の3区のうち209頭が勝ち上がり1147勝。総獲得賞金は362,451ポンドという。 特に1866年の獲得賞金は特筆もので、この年の産区の価値数は132にも及び、総獲得賞金61340ポイントは、その後68年間破られなかった。ストックウェルは、倍延の標準、ドサージュで340と、19世紀中では、セントサイモン、ガロピン、タッチストンに次ぐ4番目の値が与えられており、 影響度の大きい小馬である。不景子孫は短期的には発展しなかったが、ドンカスターの子であるベンドアを通じて非常に拡大した。ファラリス系、オウム系ともにベンドアの直径子孫である。本場の Y 染色体ハプロタイプを持つサラブレットは95%を超えているとみられる。2018年のシドニー大学を中心とした研究グループの報告によると、 2000年から2011年にオーストラリアで走ったサラブレット135,572頭の全血統表、さらに抽出した128頭の常、染色体延期配列の SNP を解析した結果、これらの馬に対するストックウェルの血統的影響は8.3%に達した。これは倍への標準度サージュの値と一致する。また、 同一系統対立遺伝子の訴求系統解析によると、ストックウェルの遺伝子を多く持つ個体は、競争能力が低い傾向が見られた。この研究では、ストックウェルの母親が患っていた、全名症の遺伝子で、部分的に説明できるかもしれないと述べている。ストックウェル自身は、全名症ではなかったが、子孫に高い確率で、全名症の症状が見られた。と、 クラシックウィナー12頭は、サドラーズウェルズと並んで歴代最多。勝利数17もセントサイモンと並ぶ、史上最多記録である。ありがとうございます。